ちらはネクスコ東日本です。午後5時15分現在の道路交通情報をお知らせします。はじめに京葉道路を木更津方面へ走行中の方にお知らせします。貝塚インター付近26キロポストで故障車が止まっているという第一報が入りました。詳細については現在確認を行っています。続いて東関東道を成田方面、鹿島方面へ向かわれる方にお知らせします。成田インターから伊達湖インターまでの区間で横風が吹いています。続いて圏央道を福田方面へ向かわれる方にお知らせします。関西ジャンクションから福田ジャンクションまでの区間で横風が吹いています。ハイウェイラジオ圏央道路市川よりお伝えしました。あなたに実際にネクスコ東日本。